昭和本源寺物語経図は、古経図に分類される、源氏物語経図の一つ。鎌倉時代中期になる昭和2年末の著者とする、奥書きを持つために、昭和本の名称で呼ばれている。この昭和本源寺物語古経図は、奥書きによると、それ以前に、すでに存在していた数十本にも及ぶ複数の、古経図を競合して作成されたものである。池田機関は、 この昭和本源寺物語古経図を、混合本経等の代表的な源氏物語古経図であるとして、九条下本、ためうじ本と共に代表的な源氏物語古経図の一つとして、源氏物語大成巻7研究資料編に本国を収録している。現在確認されている昭和本源寺物語古経図の伝本としては、 以下の二つの写本が存在が確認されている。いずれも、マキコ一軸の形態を持つ源氏物語系図である。両写本ともに、多少の欠落部分が存在するが、欠落部分が異なっているために互いを補って、大部分を復元できる。もともと伝本の数そのものが少ない上に、伝本間の移動が激しい源氏物語、古形図において、このように近い系統の伝本が、 複数現存していることは、比較的珍しいことである。本、昭華本源氏物語固形図は、以下のような部分から構成されている。この構成は、多くの源氏物語固形図と同様のものである。なお、後付けは存在しない。現状では、天理図書館所蔵本、東海大学桃園の文庫図本とも、内大、下大とも存在しない。 元からなかったのか、それとも元々は存在したのだが失われて、しまったのかは不明である。東海大学モモゾの文庫増本には冒頭に、以下のような薪名目録が添付されている。この薪名目録は、以下のような特徴を持っている。本、昭華本源寺物語古経図の経譜部分は、大乗天皇で始まり右近中条までで終わっており、 不形に基づいて31系統に分かれて記述されている。人物の表記について、青表紙本と河地本とで表記が異なる人物については、源氏物語古景図では、河地本に見られる表記に一致していることが多い。これは古景図の原型である球条花本が、青表紙本や河地本が形成されるより以前に作成されたものであり、その元となった現在では、 古伝本系別本に分類されることになる、源氏物語の本文が、現在の河内本に近いものであったためであろうと考えられている。そのような中で、絵合わせ巻において絵合わせに参加している、青拍子本系統の本文では、第二の内死の助、河内本系統の本文では、大江の内死の助と表記されている人物について、この昇華本古系図では、 第二展示という青表紙本系統の本文に沿ったと見られる表記が取られているという固形図の中では珍しい状況が存在する。このような青表紙本に近親性を示す本文状況と本書の奥書きにおいて数十に及ぶとする競合の対象となった書伝本の中で佐賀禅二本、京国中納言家本、定家教が献上した 記書五本といった巫女左家の関係する三つの伝本のみを突起している事実は、本固形図を作成した人物の立場などと何らかのかかり割りがあるのではないかと考えられている。記載されている人物の数東海大学像本の現存する、系譜部分に収録されている人物の数は202人で、あり、天理図書館像本と欠損部分を相互に補うと210人に、 なり、両方に欠損している部分もあると考えられることから、もともとの系譜部分全体の人数は210人から214人であったと考えられている。この系譜部分に収録されている人物の数を、以下のように様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると、最も原初的な形態を保つっているとされる球場下本、固形図は、もちろん、池田機関が、 造歩本系統の代表的伝本であると位置づけた、ためうじ本古系図と比べても、かなり多い人数を含んでおり、この小華本より含まれている人数の、多い古系図は学習院大学造本と、伝講語校五人筆本くらいしかない。これを、多くの源氏物語古系図を調査した、時は和子が唱えた、系図に収録されている。 系府部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則を本社本の、系図に当てはめると、かなり増補された形態に属すると位置づけることができる、ものである。またさらに本古刑図独自の増補部分の中には、ルフボンに、なしとの文言をつけながらも、現行の54条には含まれない巣、森像くらい、他の巣守る巻の登場人物についての言及が、 含まれているという特徴がある。日本との競合など奥書きによれば、本古形図は、数十巻の経図との競合を行ったとされるが、本文中に日本との競合を記した場所は、以下のように、スマモル・マキの登場人物についての言及など、数箇所にとどまっている。今、上帝の子について、現行の源氏物語の本文による、限り同一人物である四宮と日立の宮を、 別々の人物として列挙する原尊本で言えば、伝ためうじ本古経図、伝清水谷実習室本古経図、日本大学像本古経図、学習院大学像本古経図、神宮文庫像本古経図や、源氏物語巨才のような経図があることに触れ、日本では、四宮と日立宮を別人として扱うが誤りではないかと批判している。冷泉帝が、 キリツボミカドの子として何番目に記述されているかということについて、公式には、橋姫巻において、霊勢ミカドがキリツボミカドの第十王子であるとされていることなどから、多くの古系図では、キリツボミカドの子としては、スザクテイ、ヒカルゲンジ、ホタル兵部境遇、宇治八の宮といった人物よりも後のキリツボミカドの子としては最後尾に置かれながら、即位した。 人物なのだからもっと前の場所に記述するべきではないか、といった主張を述べている。本固形図において、最も著名な異文中期である、玄山美、頭中上、スカミ三位、中野君という4人のスシ関連の人物記述について、冒頭の玄山美の人物中期において、以下4人ルフ本なしと中期した上で以下のように、記している。なお、この記述の、ルフ本については、 の二つの立場が存在する。現行の源氏物語の本文には、夕霧の最終官位について、右大臣であった夕霧が、竹川巻において昇進して、左大臣になったとの記述があるにもかかわらず、それ以後の巻において、その後降格するという記述もなしに昇進以前のままの、右大臣という官位が記述されているという古くから、 矛盾ではないかと指摘されている箇所があり、近年では、竹川薪の後期挿入説や別作者説の根拠、ともされている。これについて、多くの古形図が、夕霧の注釈に、薫中条の薪に、右大臣、竹川の牧に、左大臣とありと記述する中で、この、昭華本古形図だけが、通常の記述に加えて、影楼の薪に、 左大臣とありなる他の古経図に見られない記述を行っており、この記述も古経図相互の競合の結果ではなく、いずれかの源氏物語本文との競合の結果である、可能性がある。時はいかずは、このような競合の姿勢や、競合の対象とした、初継図を、ところどころの抄本、家々の抄本などと呼んでいることなどを考え合わせて、この昇家本古経図が、 多くの現氏物語系図の競合を行った目的は、伝本によって代償異なる様々な遺伝を収集するというよりも、あくまで正しい姿を求めるという保守的な立場にあったのではないかとしている。系譜の明らかでない人物を列挙した部分である。多くの古経図に存在するものの、写本によって様々な名称が付されているが、この消華本では、不知不意と言りとされている。 本経図のこの部分には250名余りの人物が掲載されている。この人数は多くの固形図の中で、天理大学図書館像、源氏物語巨載と並ぶほぼ最大のものであり、このような人数を持つことは、この本章か本固形図がかなり増歩された形態であることを示すものだと考えられる。ここに掲載される人物は男、そう、女、2の区分に分けられて、 それぞれの区分の中で、登場感順で掲載されている。名前は不明だが、栄華のある人物を列挙した部分である。この昇華本では、無名人と題されているが、無名やから言う赤人、名はなくて、歌とおる、人々のこと、被害言うた無名やから才、歌読みてななき女はう、あり歌無名やからなど様々な名称のものが、存在する。無名人書写本皆書の、 ただし、英歌人元中中の、と記した後に、男1名、女13名と列挙している。本古経図には、源氏物語古経図としては珍しく成立の経緯を、記した以下のような長文の奥書きが、末尾に付されている。この奥書きによれば、本古経図は2段階の過程を経て成立した、ものとされる。この昭華本源氏物語経図の素本は、 六条三品、全門の自筆本源寺物語系図である。この宮尾成地下王県庁の7年2月10日は、鎌倉時代初期の皇族である。後鳥羽天皇の巫子であり、父の後鳥羽天皇が起こした上級の乱に関わったとして流罪になるなど、波乱の生涯を送った人物であるが、歌人としても優れた業績を残し、 新三十六河川の一人に選ばれた人物である。次に、この宮尾成地下を自筆本をもとに、佐賀前二本、京国中納言家本及びその他、所々の小本数十巻を競合した本が、作成された。その後、昇華二年末になって、上記の第一次競合本をもとに、定下京が献上した、貴書五本その他の、家々の小本を競合して、 第二次競合本すなわちこの昇華本が作成された。池田機関は、この昇華本固形図と、昇華本に近い内容を持つ固形図の書本を総称して、昇華本系統と命名し、五光言天皇本などがこれに含まれるとした。これに対し、時は和子は、池田が代表的な昇華本系統であるとした、五光言天皇本は、系譜部分に飛び抜けて、 多くの人物が記載された大量の増法を含む伝本であり、昇化本の影響を受けたと見られる点も存在するものの、固形図全体の素本と見られる九条家本固形図に近い昇化本の影響を受けていない部分も見られるため、この五光言天皇本は単純に昇化本の影響を受けて成立したとは言えないとしている。ありがとうございます。